ハンナ・アーレントは、ドイツ出身の哲学者、思想家である。ユダヤ人であり、ナチズムが台頭したドイツから、アメリカ合衆国に亡命した。後に教鞭を振るい、主に政治哲学の分野で活躍し、全体主義を生み出す、大衆社会の分析で知られる。アーレントは、アレントとも表記する。小惑星10万27、ハナ・レントは彼女に敬意を表して命名された。 ドイツ、ケイニヒソベルクの古い家柄である、ドイツ系ユダヤ人のアーレント家に生まれる。出生地は、ハノーファー郊外の林ン,ン。父は、工学士の学位を持ち、電気工事会社勤務のパウル・アーレント、母は、マルタ・アーレント。両親共に、社会民主主義者であった。父・パウルは、ギリシアやラテンの古典についての深い造形を持つ、教養人で、ハンナの読書は、 彼の蔵書から始まった。母マルタは、注意深くハンナを育て、詳細な育児記録が残っている。それによると、幼いハンナは一人でいることを好まず、好奇心が強く、詩的に極めて早熟で、言葉や数学に対しては、高い理解力を見せ、音楽を好みつつ音痴だったという。両親共に信仰を持たなかったが、家族ぐるみの付き合いであったラビノ・ォーゲルシュタインの、 シナゴーグに幼いハンナは通う。一方、法律的な義務からキリスト教の日曜学校にも通う。また、アーレント家のキリスト教とのメイドたちからの影響も大きく、彼女の宗教観は複雑な発展を見せる。もっとも、後年、子供の時以来、自分はいかなる時でも神の存在を疑ったことはないと述べたように、ある種の信仰は、 生涯通じて持ち続けた。15歳の折、当時在学中だった、ルイーゼシューレにおいて、若い教師の授業をクラスメイトと共にボイコットし、方向処分になる。その後、2学期のアイダベルリン大学で学ぶ。進学教授のガルディーニによるキルケゴールの授業に深い影響を受ける。半年間の独学の後、1924年、18歳にして、 大学入学資格試験に合格、マールブルク大学に入学。1924年の秋、マールブルク大学でマルティン・ハイデッカーと出会い、アーレントは哲学に没頭する。本人はこの哲学へののめり込みを、初めてのジョージという形で表現している。なお、当時既婚であったハイデッカーとは一時不倫関係にあった。また、ここで出会ったハンス・ヨナスとは、 中世の友人となり、同大学において、共に、ルドルフ・ブルトマンの新約聖書のゼミを受講する。その後、フライブルク大学のエトムントフッサールの下で一、学期間を過ごした後、ハイデルベルク大学に赴き、カール・ヤスパースの指導を受ける。博士論文は、アウグスティヌスの愛の概念。この頃、クルト・ブルーメンフェルトと出会い、シオニストの政治思想、活動に目を開かれている。 1929年9月、ギュンターシュテルンと結婚。1931年には、フランクフルトに、引っ越し、カールマンハイムやティリヒヒの講義に参加する。ラーエル・ファルンハーゲンの研究は、この時期になされた。ナチスが政権を獲得し、ユダヤ人迫害が起こる中、ブルーメンフェルトに協力し、反ユダヤ主義の資料収集やドイツから他国へ。 亡命する人を援助する活動に従事する。一度は逮捕される危険に遭う。1933年にフランスに亡命。この地でもシオニスト関係の仕事に従事する。1937年ギュンターと別れる。1940年スパルタクス団やドイツ共産党を経験する活動家ハインリッヒブリュッヒアーと結婚。彼から政治的思考を学ぶこととなる。 第二次世界大戦が始まり1940年にフランスがドイツに降伏する。1941年アメリカ合衆国に亡命する。1951年市民権取得。その後バークレー、シカゴ、プリンストン、コロンビア各大学の教授、客員教授などを歴任。1967年ニュースクールフォーソーシャルリサーチの哲学教授に任命される。 1951年に全体主義の起源を表し、全体主義について分析した。その後も、自ら経験した全体主義を呼び、それを生み出すに至った、西欧の政治思想を考察した。1963年に、ニューヨーカー紙に、イエルサレムのアイヒマン悪の陳腐さについての報告を発表し、大論争を巻き起こす。1975年12月4日、 自宅にて心臓発作により死去。アーレントは身をもって経験した全体主義の衝撃、起こってはならないことが起こってしまったから政治についての施策を開始するに至った。1945年以下のような発言をしている。リアリティとは、ナチは私たち自身のように人間であるということだ。つまり悪夢は人間が何を成すことができるかということを 彼らが疑いなく証明したということである。言い換えれば、悪の問題は、ヨーロッパの戦後の知的生活の根本問題となるだろう。彼女の政治哲学の原点は、人間の成し得る事柄、世界がそうあり得る事態に対する言語を絶した恐れ、であった。なぜ人間にあのような行為が可能であったのかという、深刻なショックと問題意識から、彼女は、 政治現象としての全体主義の分析とその悪を人々が積極的に担った原因について考え続けることになる。アーレントは人間の生活を感傷的生活と活動的生活の二つに分ける。アーレントは革命については戦争と分母を同じくするものであり、すなわち暴力が母体になっているとする。また、革命がもたらしたものは自由の経験であり、 革命の前提には近代的な平等の観念があったとする。古代においては自然状態における平等は存在しなかった。アメリカ革命を解放された人間同士の自由な活動として評価し、地上の生活は希少性に呪われているのではなく、豊かさに祝福されているはずだという確信の起源は革命に先立つものであり。 アメリカ的なものであったとして近代的な革命の原型を作ったとアーレントはみなしている。また、アメリカ革命の起源になったのはロックとアダム・スミスによる労働説にあるとも指摘している。他方、アーレントは次のようにイギリス革命における革命とはの復興を意味しているとして批判している。これに対してアメリカ革命は 革命の子を貪り食うようなことはせず、従って復興を始めた人々は、そのまま革命を始め、それを成し遂げ、その上新しい秩序の中で権力と感触についたと評価している。一方、フランス革命とそれに連なるロシア革命を必要と、善意による民衆の自然的な欲求からの解放を目指したものであったとして否定的な見解を示した。すなわち、 フランス革命は自由の創設から苦悩からの人間の解放へとその方向を変えたとき、忍耐の障壁をぶち壊し、不運と悲惨の破壊力を解放したとしている。フランス革命については、エドマンドバークのフランス革命論は正しいとし、他方トマス・ペインのものは誤っていたとする。人権宣言が過去に耳を傾けることのできたような時代は歴史上存在しなかったし、 従って過去の時代にすべての人間が生まれながらにして上渡不可能の政治的権利を与えられていると見ることは表現上の矛盾として批判した。またフランス革命における革命の観念には周期的な法則性、不可抗力的な運動が見られると指摘し、従ってフランス革命の結果にヘーゲルの歴史哲学があるとしている。フランス革命におけるこのような 不可抗力的な運動の観念は後に歴史的必然と言い換えられ19世紀から20世紀にかけてフランス革命の後継者であると自認する人々は歴史的必然の代理人であると主張したとアーレントは論じる世界を火の中に投じたのはアメリカ革命ではなくフランス革命であったとアーレントは言っているフランス革命を継承したロシア革命については 歴史の道家として批判した。また、疑いもなく、ボリシェビキ等の粛清は、もともと、フランス革命の進路を決定した、諸事件をモデルとし、それとの関連で正当化された。両方とも歴史的必然の概念で導かれていたという点で共通していた。として、粛清の起源を、フランス革命とその産物である、歴史的必然という観念に見た。 他にも革命家のヒロイズムにごまかされることなく、彼らが人間のリアリティに対して無感覚になったことを見るべきだとして批判している。アレントはロベスピエールは魂の葛藤、つまりルソーの引き裂かれた魂を政治の中に持ち込んだ。しかしその領域では、それは解決不可能であったため、殺人的なものとなった。としている。また、革命の際に、 人民が求めたのは政治以前の暴力であったとしている。このようなアーレントの共産主義や人民の暴力革命に対する強烈な敵は当時のアメリカの震災欲に大きく影響を与え、ノーマン・ポドレツ、アービング・クリストルなど、後に新保守主義の源流となったニューヨーク知識人と呼ばれるユダヤ系知識人の政治勢力を生み出した。その他、 表議改正についてアーレントは正当性を排した議会制度として肯定的に検討した。ありがとうございます。